はい、どうもフリーコマツです。エースコマツインフィニティ、ATD ゼロで、円卓です。アルファチーム敵の精鋭国大、ADFL ゼロワン TLS モルガンですか。スノモルガンか。まあ、QAM チャレンジっていうことで、2戦目さっき 34% ぐらいだったかな。ちょうどまたこの割合でいくと3戦でクリアできるんですけど、2戦目はどうでしょう。さっきのレートは12のレートはちょっと高めなんでね。どういうQAM ばっかり打ちた。今度はスコアが出たんですね。あと12発こいつらは QAM 打ちたI'm not sure if you're going to be able to do that.
QAM は結構当てたぞ。次も期待しているぞ。ブラボー隊が大きな戦果を上げた。報酬の使い道でも考えておこう。太田繊維と入賞者ですな。最下位だ。少ない。